はいどうもこんにちはナナユです本日も数学の話題年度の関西によって異なる全化式というのは、まあ、以前慶応大学の入試問題なんかでも取り上げましたけれども、まあ、割とねえっ、ー、とーまあ少しですね。 その変わった全化式として、えーまあ、考えさせる問題として、まあ、よく出る形だと思いますが虚剣、まあ、求めるのは、えーとまあ、一般項が書きづらいので基本的には、えー、と S の、まあ、偶数項までの和と奇数項までの和を出してその虚剣値を求めてあげて、えー、まあ違ければ虚剣ない、えー、と一致していればもちろんその値が、えー、リミットで線になるというわけで まあ偶数項と奇数項で分けてあげて考えていけばいいかなと思います。というわけでねまあ最初の数項は小手、えー、調べをして計算をしていきましょう。えっ、ー、と n が奇数の時には an+1 が3分の 1an ですね。だから奇数の時にここに代入して次の項が出てくる。偶数の時には an、えー、が偶数の時には次の奇数項同じだってことですね。で h が、えー、と3っていうふうに分かっています。 A1 が3って分かっていてえっ、ー、とまあ1は奇数なのでえっ、ー、と H3 はここに代入するってことになりますねつまり A2 は3分の1かける A1 ということで H が3なので1ということですで A3 は A2 と同じってことですね偶数項なんで偶数項の時には次の項は同じになるわけですねで A4 はっていうと3分の1 A3 ということになって3分の 1A2、えーまあ、が1なので A3 も1ということですね。あこれちょっと書いといた方がいいですかね。ということで3分の1っていうふうになります。じゃあ A5 はっていうと偶数項と同じなので A4 ですね。A4 の値と同じ3分の1ということになります。というふうに考えていくと。 えー、まあ3から始まって311それから3分の13分の1とこれなんか続いていきそうですよね次3分の1かけて9分の19分の1となりますよね。まあ、こんなふうになっていくので数列の和を考えるときに、まあ、SN を一般項求めるのは面倒くさそうなので、まあ、偶数項と奇数項で分けるときに ちょうどこの奇数項のところまでの和だったらこれ簡単に求まりそうですよねえっ、ー、と S の 2m までの値を調べるために A の 2m プラス1っていう値をまあ出してみましょうこれプラス1を奇数ですねこれえとこの全化式に代入しますここの式にそうすると 2m プラス1プラス1は3分の1 a の 2m プラス1ですよね。で、えー、A の 2m プラス1というのは、えー、と A の 2m に等しいんですよだから3分の 1A の 2m になるわけですいいですかそうすると A の 2m プラス1という偶数の数列ですね、まあ、3分の 1A の 2m っていうふうになって偶数項だけ取り出した数列っていうのは、えー、初項が 1A が A2 が1なので えー、初項が1で公費が3分の1の等比数列ってことです。これ A の 2m という数列は公費が3分の1の等比数列ってことですね。で、えー、と初項はというと A2 が1ということです。ということで A の 2m は、えー、初項が1で えー、公比が3分の1なので3分の1の m-1 乗っていうふうにかけるってことですねまあこれがえっ、ー、とまあ出せるわけですけれども、まあ、これ出,すとが出しておくと s の 2m プラス1までの和が簡単に出せますねこれね。これはもともとの定義はもちろん a1+a2+a3+ の a の,の 2m プラス1までの値。 もちろんね。でえー、とでも例えばここ a2 と a3 の値それから a4 と a5 の値、えー、と a の 2m たす1はその前の偶数の値と同じなんですよね。いいですかえー、とつまりここまでの和を求め偶数までの和を求めるっていうのはここで言った、えー、とあ奇数までのですね奇数までの和を求めたのはここまでの和を求めるっていうふうに。 えー、解釈してくださいいいでですかでこことここは同じなので、えー、2倍すればいいなっていうふうに分かりますよね。したがって A だけちょっと,、えー、と別に計算して、えー、2倍の A2+A4+ っていうふうに、えー、こうやって計算していけばいいわけですよ。A の 2m まで。A の 2m と A の 2m+1 は同じなので1個手前の A の 2m のところで押さえておくわけです。 で a の 2m っていうのはこれ3分の1の M 1乗なんでしょそしたらこれ h は3で 3+2 倍のえ初項がえっと1で公費が3分の1ですから3分の1の1乗3分の1の2乗,のの2乗たす点,点点の a の 2m は3分の1の m-1 乗だったですね。これの和を計算すればいいってことです。 これで s の 2m たつ1が出てきます。3プラス2倍の、えー、1マイナス r 分の3分の1、1マイナス3分の1の、えっ、ー、と、これ m 乗ですね。m コアルドの m 乗ですね。で、分も3分の2になりますよね。えー、3分の2で、えー、ここの部分が3分の2になって、この2で約分をしてしまいます。で、3が頭に来て、えー、先頭に出てきて3括弧、 1マイナス3分の1の m マイナス1乗とこんなふうになりますね。ということで、えー、ちょっとずらして書くと6マイナス3を中に入れると3分の1のえー、っとあここは m 乗かごめんなさいここが m 乗であって3を中に入れた段階で m マイナス1乗になるんですね。こうなるわけですね。いいですか で、s の、えー、2m を考えます。えー、っと、これは s の 2m プラス1から a の 2m プラス1を引いたものですよね。a の 2m プラス1というのは、えー、っと、a の 2m に等しかったので、3分の1の m-1 乗を引けばいいわけです。だから6、6マイナス3分の1の m-1 乗に、 さらに三分の一の m マイナス一乗を引くということですね。この二 m マイナス一とこれとこれは同じなんですよ。いいですか？だからえっ、ー、とこれを引くってことですさらに。というわけでえっ、ー、と六マイナス二倍の三分の一の m マイナス一乗というふうになります。はいここまでくればもう終わりですね。 m を無限大に飛ばしてあげてこの値は0に行くわけですからどちらも s の 2m も s の 2m-1 もこ,っちここの部分0になりますよねここの値は0に行くので結局どちらも6に収束するってことがわかります s の、えー、2m プラス1も 6s の 2m も 6m 無限大で これより、えー、と結局リミット n 無限大の sn は6が正解ということになります。いいですかね。まあ、えー、とここで区切って数えてあげるここまでの和を考えてあげるっていうところが まあ正解の一方だと思いますね。まあ、これ以外にもちろんその方法はありますし、えー、奇数の部分で考えなくて偶数の部分までの和を考えたって別にできるけれどもまあ切りがいいところで考えた方が考えやすいので、えー、あえて S の 2m プラス1というのを考えましたはいいいですかねえー、っとまあえー、っと停滞するのがその括弧があるけれどもその えー、どん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 ちっちゃくなっていくので収束するっていうことはほぼ明らかですけどねまあでもしっかりと,、えー、と偶数までの和と奇数までの和をそれぞれ求めて6に収束するで値が同じってことを述べた方がえー、関東として、まあ、フルに得点もらえると思いますんでそのように書いた方がいいと思います。はいというわけで1997年度の関西医科大の入試問題でした。